僕の名前はただしと言います。妻と出会ったのはこの時代には珍しいお見合いです。父が父の会社の取引先の人と世間話をしていた時に、お互いの子供の年も近くて付き合っている人もいないようだったら、お見合いさせてみるかと意気投合したのがきっかけです。僕はお見合いなんてと思いながら、実際出会いも少なかったので別に期待もせずにお見合いをすることにしました。彼女の名前は光。それ以外の情報はありませんでした。お見合いの場所はこじゃれたレストランの個室でした。僕たちは先に到着して彼女たちを待っていました。失礼しますとウェイターが言い、ドアを開けました。そして彼女の両親の次に入ってきた彼女を見て、僕は一気に心が奪われました。なんて綺麗な人だろう。これが僕の第一印象です。彼女の両親もとても人が良さそうで、会食は和気あいあいと進み、その後両家の親は、あとは二人でゆっくり話でもしなさい、僕たちは先に帰るからと言い、二人きりになりました。僕はこの一時間の間にすっかり彼女の虜になってしまいました。彼女の笑顔、彼女の所作、彼女の食べ方、すべてが完璧でした。実は今日会ったばかりでこんなことを言うのは恐縮しますが、結婚を前提に僕と付き合っていただけませんか。え？早すぎてびっくりするのも仕方ないですよね。でも正直に話しますが、光さんに一目惚れしてしまいました。あ、そうでしたか。よかった。彼女は急に笑顔になりました。え？実は私も初めて会った時に一目惚れっていうか。え、そうなんですか。よかった。僕たちはすぐに付き合い始めました。もちろん両家の親は大喜びです。ただ結婚は急がずに、お互いしっかり相手のことを見てからにしようと決めて、9ヶ月ほど付き合い結婚に至りました。彼女は結婚後に仕事を退職して僕に尽くしてくれることになりました。朝は僕より早く起きて朝ごはんを作ってくれ、お弁当も栄養が偏らないように工夫してくれます。家に帰るといつも美味しい香りが僕を迎えてくれます。当然掃除や洗濯も完璧。結婚してからはシワの寄ったシャツを着ることがなくなりました。夜の営みは週に1回ほどでしたが、妻が僕にしてくれていることを考えると、愛されてるなと感じることができて十分幸せでした。結婚して半年が過ぎた頃から、夜の営みは2週間に一度、3週間に一度と徐々に減っていきました。両家の親からは、そろそろ孫の顔をという声がありましたが、いつも僕に尽くしてくれる妻にプレッシャーをかけたくないことから、僕は何も言わずそのまま月日は流れていきました。それから2年ほど経ったある日のことです。晩ご飯を食べ終えた後、久しぶりに妻が、今日しないと声をかけてきました。僕は突然のオファー、しかも妻からのオファーだったので舞い上がってしまいました。すぐにお風呂に入り、ベッドを整えて妻が寝室に来るのを待っていました。その日はもう言葉では言い表せないくらい幸せを感じました。それから3週間ほど後、妻が、妊娠したのと嬉しそうに僕に報告をしてきました。両家の親はとても喜んでくれて、特にうちの両親はベビーベッドや洋服を買うぐらい浮かれまくっていました。妻と一緒に両親の姿を見て苦笑いしながら、よかったねと顔を合わせてにっこり。妻に秘密があろうとも、僕はその秘密を心の中にしまって、妻と新しく生まれてくる子供のために
もっと頑張ろうと誓いました。そんな日々が続いていたある日、僕のスマホに警察から連絡が入りました。妻が交通事故で重傷だから、今すぐ病院に来てほしいとのこと。僕はすぐに上司に事情を話して病院に直行しました。病院に着くと、すでに義両親が手術室の前で真っ青な顔をして僕を待っていてくれました。義両親と一緒に警察から状況を聞くと、妻が乗っていた車がダンプカーと接触し、妻はシートベルトをしていなかったため、外に投げ出されたそうです。妻も子供も無事でありますように、何度もそう祈っていましたが、手術後、医師の説明があり、お腹の子供は助からなかったとのことでした。そして、妻は全身を強く打ちつけていて、体の数箇所を骨折していました。幸い脳にダメージはなかったのですが、足は一生動くことはないだろうと言われました。ICU の外から妻を見ていた僕に、義父が、ただし君、少し時間いいかな、と話しかけてきました。あ、はい。ただし君も気づいていると思うが、言いにくいんだが、光は助手席に乗ってたんだ。他の男と一緒に。ええ。本当に申し訳ない。この話は改めてさせてくれ。わかりました。それから2日後、ICU の外から妻の様子を見ていた僕に、てんめえ!とごっつい男がいきなり僕につかみかかってきました。てめえ、何こそこそ逃げてんだよ。俺は現場検証が終わるまで仕事場から出勤停止を食らったんだぞ。てめえからぶつかってきたことを証明しろよ。ちょっと待ってください。もしかしてダンプカーを運転されてた方ですか？そうだよ。ぐだぐだ言わねえで今すぐ俺の会社に来て上司に説明しろよ。そうでしたか。この度は多大なご迷惑をおかけして申し訳ございません。実はあの時車を運転していたのは僕ではなくて他の男性だったんです。男は一瞬固まり、事情を察したのかすぐに僕の首元を掴んでいた手を離しました。そうだったんですか。申し訳ないです。俺てっきり、いえいえ、普通に考えると僕だと思いますよね。僕はその男に、すでに警察から渡されていた妻の隣で車を運転した男の住所を伝えました。本当に申し訳ありませんでした。そして男は足早に病院を去っていきました。それからも僕は毎日妻の元を訪れました。妻が普通の病棟に移され、目を覚ましたのはそれから5日後でした。光、大丈夫か？うん。妻はぼーっとしている様子でしたが、徐々に意識が戻ってきたのか、赤ちゃんは？と急にハッとしたように僕に尋ねました。お腹の中の赤ちゃんは助からなかったよ。妻の目からは涙がどっと溢れ出しました。ただし、もう全部知ってるのよね。本当にごめんなさい。実は車を運転していた人は私がよく行っていたバーの常連なの。でも相手はすでに結婚していて子供もいたから、ただしと付き合う前から関係は続いていたの。あの時彼が運転中に飲み物をこぼしちゃって、それに目を取られて気づいたら、今まで黙っててごめんなさい。僕はそんなことよりも妻の体が心配だったので、とりあえずゆっくり眠って、その話は後でしても大丈夫だからと言い、妻が目を覚ましたことを医者に告げに行きました。
そして医者から改めて子供は助からなかったこと、そして妻は歩けない体になったことを告げられると、妻はさらに涙を流し、見ているこちらも胸が締め付けられるようでした。妻が外出できるくらいに回復するまで2ヶ月ほどかかりました。それまでも毎日僕は妻を見回っていました。ある日、僕は妻と浮気について話そうと思いました。少し外の空気でも吸いに行こうか。うん、ありがとう。僕は妻の車椅子を押して中庭まで行きました。外は暖かく、鳥がさえずり、心地よい午後でした。光の体調も落ち着いてきたようで、本当に良かったよ。本当に迷惑をかけてしまって、ごめんなさい。そろそろ光の浮気の話、しようかと思って。うん。実はね、光がずっと浮気してたことを知ってたんだよ。え？結婚する前に念のためにと思って光の身辺調査を依頼してたんだ。その時に光が浮気しているのを知ったんだけど、結婚したら変わるかなと思ったし、何より僕は光と離れたくなかった。だから知らないふりして結婚したんだ。子供ができたのも、その浮気してた人との子供だろ。バレないように、あの時急に僕を誘ってきたんだろ。そこまで知ってるなら、なんで？それでも僕は光を愛してたんだよ。僕の血が入っていなくても、子供が生まれたら、その人とも別れてくれるんじゃないかって。妻は僕の話を聞いて、大粒の涙を流しました。私、本当にバカだったのね。こんなにも私を愛してくれる人がそばにいたのに、浮気なんて。あの人とは二度と会わないわ。一生ただしのそばにいる。今まで以上にあなたを愛するわ。残念だけど、それはできない。もう、僕は離婚するって決めたんだ。ただ、離婚する前に、しっかり光が回復するのを見届けたかったんだよ。そう言うと、妻はまた大粒の涙を流しました。本当にごめんなさい。それから僕たちは何も言葉を交わさず、妻の涙が少し引いたのを待って、病室へ戻り、僕は病院を去りました。その後、弁護士立ち会いのもと、義両親と僕との話し合いをしました。妻には結婚式にかかった費用400万円、慰謝料500万円と離婚の請求をし、浮気相手には慰謝料600万円の請求をしました。働けなくなった妻の代わりに、義両親が家を売って、僕が請求した額を払いました。これから妻は、義両親が立て替えた慰謝料の支払いで大変になるだろうと思っていた矢先、妻が浮気男に交通事故を起こしたのは妻の責任だということで訴えられたのですが、結局妻が勝訴し、1500万円を手に入れたそうです。妻には浮気男の奥さんからも慰謝料を請求されていたようですが、浮気男から勝ち取った1500万円から返済することができたそうです。そして義両親が立て替えた僕への慰謝料も、義両親にすぐに返済することができたとのことでした。それから2年が経った頃、急に元妻から電話がかかってきました。元妻は今でも僕のことが好きだ、やり直してほしいと懇願してきましたが、今僕には大事な人がいます。その人と一緒に歩んでいくから、君とはやり直すつもりはないと電話を切りました。もうすぐ僕は二人暮らしから三人暮らしになります。今の妻とこれから生まれてくる子供を何が何でも守り抜くと誓って、この生活を大切にしていきたいと思います。